にちは、さきです。ピアノを楽しみましょう。このチャンネルでは譜読みのお手伝いをさせていただきたいと思っています。中級者以上の方は両手を使って譜読みをする方もいると思いますが、右手で譜読み、左手で譜読み、そして両手で合わせる方もいると思います。そんな方々の力になれたらと思います。今日はメンデルスゾーンの失われた幻影の譜読みのお手伝いができたらと思います。楽譜によっては失われた夢と和訳されているものもあります。この作品はメンデルスゾーンの無言歌集6巻に入っています。ロマン派らしい憂いのある美しい旋律でできている作品です。ピアノの発表会などでも人気のある作品なので、ぜひ譜読みしてみてください。それとメインチャンネルでは小文字の SAKI サキとして私のオリジナル曲やクラシックを弾いた動画をアップしていますので、ぜひそちらもご覧ください。概要欄に貼っておきます。このチャンネルと合わせてチャンネル登録といいねを押していただけると嬉しいです。それではメンデルスゾーンの失われた幻影の譜読みに入りたいと思います。まずは右手から。Thank you.
それでは左手を引きます。それでは合わせて弾きます。右手のポジション、左手のポジション。Thank you.
までご覧いただきありがとうございました。両手で合わせるのはなかなか難しいと思うので、その前に私の左手の動画の音に合わせて右手で弾いてみたり、私の右手の動画の音に合わせて左手で弾いたりすると合わせた時の感覚がつかみやすいと思います。表現アナリーゼは先生によって考え方があると思いますので、先生の指示で勉強してください。ありがとうございました。